今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。 T 隊長でございます、はい、いやこの不安パトロール、年末の不安パトロール、はい、年末のやっぱり気になるのは、うん、この未だにずっと言われている少子化、うん、少子化僕も見ますよニュース、さすがに、うん、そうで少子化っていうのと、うん、このみんなが多分お金がないから子供が、うんうん、できないみたいな話をされている中で、ね、うんうん、その今言われているのは、うん、オリンピックの崖、うんうん、要はこのオリンピック後に急激にこの日本経済がガタッと、うん、昨日あの会社の納会があったんですけど、うん、経営者から崖は必ず来ると、うん、それはいろんなあの広告の制作会社なんですけど、うん、もう各いろんな業界の人から、うん、大変だ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 って言われる、うんうん、だから多分広告はカットされる、うん、落ちてこなくなるみたいなのを言われていて、うん、やべえと、うん、っていう反面、うん、前あのこの動画の、うん、でも紹介した、うん、ファクトフルネスっていう本でも、うん、はいやなんか社会は右肩上がりだよっていう話も僕は知ってます、うん、あともう一つそのホモデウスっていう本を見た時に、うん、いやなんかその悲観的な未来もね、うん、そのみんながそこを考えることで、うん、未来が変えられるかもしれない、うん、なんて動画も紹介しました、うん、そうで、まあ、僕たち M8 としては未来を変えたいんですよね、まあ、もう今ない〇〇は妄想してそうそうそうちょっとでも良くなればいいかなっていう、良くなる、はい、うん、でこのじゃあ少子化を考えるとどうなるのかなと思いました、うん、で今、うん、この日本 の, この出生率、うん、未来のものは 1.4、うん、1.44 と言われていて、うん、まあアジアで言うと、うん、タイが 1.4、うん、シンガポールが 1.2、うん、韓国が 1.17、うん、まあそんなに低い方ではないんですが、うん、世界的に見るとそのフランスが 1.92 とか、うん、スウェーデンが 1.85 とか、うん、やっぱりそういうところと比べると低いんですね。低いんですよ、アメリカ 1.8、まあ、なんで2人で結婚して、うん、基本1人 1.4 人ってことですよね、はい、だから3家族あったらまあ1人が、まあ、そこだけがじゃあ2人みたいな、うん、みたいな、うん、あとまあ言われているのはその昔と違って、うん、結婚しても子供を作らないみたいな選択をする、うんうんうん、まあありますよね、まあ、パートナーがいればいいからみたいな、ね、って考えると、うん、2人が1人2人が1人ってなっていくと、うん、その2065年ぐらいで1億人を切りますよ、うんうん、なんてことも言われています。で我々は団塊ジュニアの世代、うん、いや団塊ではその戦後、うん、バッて人が、うん増えた世代の子供たちなので、うん、多いんですね、うんうん、我々は、うん、ただ我々が頑張ってないので、頑張ってないって言い方が良くないかもしれない、頑張ってないっていうかみんなですよ、我々だけじゃなくて、あここの世代だけじゃなくて、ここの世代だけじゃなくて、例えば我々の世代だけ 1.4 とかだったら我々の世代が頑張ってない、はい、あ なるほどなるほどだけど、まあ、僕たちの世代はまだ 1.4 とかではないですよね。僕たちあ1.4 とかなのか、でも 今の 1.4 なので、10年前ぐらいじゃないですか僕たちの世代って、ああ適齢期的にはそうかもしれないですね。そうすると今よりは若干いいぐらいですよね。若干いいぐらいです。若干いいぐらいで、まあだから我々の世代じゃなくて今の世代、今の世代というか戦後どん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 下がり続けてるって話じゃないですか。そうですね、うん、なので本来はこの団塊世代が、うんうん、できたバッて増えた人口が多いんで、ね、ところが子供を作ったので、うん、我々はバタバカって子供その人口が多いんです、うん、なので本当は我々の、うん、今度は子供たちのとこでもバカってコブができてないといけないんですけど、うん、コブはできないと。我々の世代は氷河期世代なんでね。でありましたね。バブルが弾けて、バブル弾けた氷河期世代、はい、お金がない世代ですよ。これお金のせいなんですか。お金のせいはあると思いますけどね、うん、お金が本当に生活に全く困ることなく、はい、この、まあ、お母さんたちも、もう専業主婦で子育てしてても裕福な生活を過ごせるって言ったら産む人は多分いっぱいいるんじゃないかなと。確かにこのフランス、うん、あの今もう2近い、うん、出生数が2近いフランスは、うん、基本もう婚外子であっても、うん、子供ができれば、うん、もう何百万、うん、2人目またさらに、うん、3人目はさらに、うん、みたいな、うん、あの政策をしています、うん、で 人がバカーって増えていく。そうそう、だから子供を育てるのに不安を感じてるんじゃないかな、はいはい、うん、僕もあの子供ができて真っ先に思ったのは、うん、幼稚園代高いです。高いですよね、
3万みたいな。だからちょっと前にバズったじゃないですか、貧乏人は子供を産むな。あれはあの感覚ですよね。だからお金の問題はまあ大きいのかなってなると、今のこの経済があんまり良くないっていう声とね、うん、もう一つ、うん、これは人口が減って大変だっていう声がある一方、うん、なんかもう一方ね、なんかこんな声があるんですけど、今、うん、日本の面積、人口密度でいうと日本はトップですと、うん、で日本のこの国土的に人口を調整しようとすると、うん、8000万人ぐらいがちょうどいいんじゃないか、まあ、人口の数でいけばこんなに人いらなくてもいいかな。で今後その要は仕事も変わっていって、うん、AI が導入されて、うん、人がちょっとずつ減っていくと、うん、今度はその働き手の問題、うん、要は増えすぎると、うん、働く場所がないみたいなことになってきますよ、うん、だから今別に人口問題騒いでる人って何なの、うん、っていう、そこはでも僕は違いますけどね、声がバランスの問題だと思うんです。高齢者を若者が支えてる段階で、はい、少子高齢化ってなった瞬間もダメなわけじゃないですか。あ、うまくいってないっていうことですね。うまくいってないっていう。なるほど。で、8000万人でいいんですよ、バランスが良ければ。はいはい。あ、なんでちょっと思う、確かに思うのは、我々ちょっと冷や飯食ってるぞと、うん、この世代。そうそうそう。で特に僕たちの世代は、僕たちの親が団塊の世代。そうそうですね。で、まあ高齢者がいっぱいいる世代じゃないですか。まあ、これから大変だって言いますよね。 でそれを支えていかなきゃいけない若者が大変だって話だね。だから単に人口の数の問題じゃなくて、はい、比率の問題、バランスの問題だと思うんですよね。確かに、うん、で今見てると、うん、急に、うん、僕たちの時って、うん、定年が60から65、うん、で今75みたいなことを言われているところ、うんうん、のくせに、うん、急になんか社会的にね、うん、なんか45歳からリストラだみたいな、うん、どういうことやねんと。45歳ですか。働けって言っときながら働くな、45でリストラですって言われていて、うん、僕45歳なんです、うん、おいおい、なんだこの社会だとそう、どうしろっちゅうねんって。だからいろいろこのバランスが悪いっていうので、いろいろ歪みができてる。そうなんですよね。っていうところだと思うんですよね、この日本だけじゃなくてっていう、はい、で社会を見ると、うん、明らかにその人口も多いし、うん、選挙もちゃんと行くし、うん、ネット投票もないので、うん、まあ、基本選挙はちょっとお年を召した方のに向けた甘い声が、うん、そうそう。だから高齢化対策ばっかりやってますよね、はい、社会保障費がどんどん増えてるじゃないですか、はい、っていう中ね、うん、これはちょっと変えなきゃいけない、不安だ、大変だとなっているんですよね、これで。どうしましょうと。そうで、M8 政党ですよ。ついに政党ですかね。政党で、まあ僕たちにそんなものすごいアイデアがあるわけでもないので、はいはい、もう本当にこう YouTube に集まってくる人たちの意見とかをこう取り入れながら、少しでもこう日本をよく何とかしていきたい。そうですね、うん、まあ、この45若いっていうかどうかはちょっと置いといたとしても、まあ、僕たちが若いかどうかはいい、うんうん、けどまあまだこの養ってもらう世代ではないん で、 そうです、ね、まだと10年15年ぐらいは、うん、60ぐらいまではまだいけるわけじゃないですか、はいはい、でこう年金とかも70とかですよ、多分僕たちもらえるの70、まあ、75。ある方によるともう破綻すると破綻するからもう僕たちはずっと働かないといけない、うん、そうそう、まあ、ある意味働けるっていうのは幸せなんですけど、うんうん、じゃあその場があるのかと。45でリストラされてる現在。そう、一方ではね、そう、場を作れって言っときながら、一方でははしごを外すみたいなね。そう、もうリストラは弾けるわ、氷河期だわ、氷河期だわ、45でリストラだわね、うんうん、でそうするとやっぱりこういろいろバランスを取っていかなきゃいけないかなって。でやっぱり経済は若者が引っ張っていく方が世の中うまくいくんじゃないかって。気持ちが若い人、気持ちが若い人、そう、まあ、要はこれから子供を作る人とか、はい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 、日本を支えていくわけじゃないですか、はい、年寄りはこう負担が増えていくだけですよ。まあ働いてくれればいいですけどね。働いてくれればいいですけど、柳瀬隆さんみたいに、うん、ずっとアンパンマンかけるようなクリエイティブなことができる人は全然 OK ですよね、うん、全然 OK ですけど、はい、まあ、一般的にはこうだんだん医療費もかかってきて、年金も払わなきゃいけないし、そう、負担がどんどん増えていくだけじゃないですか。気になるのは親の世代は病院がタダだって言うんですよね、うん、ちょっと待てと
その金は誰が払っとんねんって。なるとこう逆にこう若者、本当にそれこそベーシックインカム、はい、もう一人当たり8万円配っちゃうみたいな。であとはもう自己責任で、自己責任でそのお金で行ってくださいということですね。でそれぐらいのことをしてこうバランスを取ってた方がいいんじゃないかっていう。どこかで必要ですよね、うん、それで。別にベーシックインカム8万じゃ全然足りないって思う人は働いたらいいんですよ。でもまあ8万、うん、それはもう0歳から8万ですもんね。0歳から8万なんで、子供1人産んだ時点で毎月8万もらえるわけじゃないし、今はもう幼稚園も無料、うん、無償化、そうそうそう、小中高公立は無償化ですもんね、うん、はい、なのでそういう、まあ、8万、2人産んだら16万ってなると、収入がない人でも子育てはできますよね。できるならできるできますよね。16万、2人育てるのに16万ありますよって言ったら、うん、それこそ奥さん働かなくても16万で子育てしますって。じゃああとは旦那さんはちょっとプラス何かできるように、そうそう、娯楽ができるように働けば、まあ、20万稼ぐ、まあ、14万問題もあったじゃないですか、はい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 、でもその制度だったら14万でも十分ですよねって。し、うん、普通にアルバイト、時給1000のところでバイトすれば、うん、まあ、20日働けば20万はいきますよ。いきますよね、はい、そうそうそう。例えばベーシックインカム、うん、どこもやってないですよね。どこもやってないので、多分これからはなんか単にお金を配るっていうよりは AI だとは思うんですよね。 AI に何を求める？ AI にまずこうバランスのいい金額の算出をさせるのと、市町村ごとに、市町村ごとにというか、まあ、日本全体、まあ、じゃあ今いくらが東京、うん、横浜、大阪、愛知、うん、あって感じじゃないですか、うんうん、これを、まあ、お金は均等に配る、ね、お金は均等に配る。で、まあ、東京に行けば仕事がたくさんあるんで、働く人は東京行ったらいいし、うん、そしたら、まあ、物価も高いだろうけど、まあ、収入もあるんで、まあ、別に結構都市化は進みそうですね、うん、要は一応ここ今愛知県、うん、名古屋市近い、うん、なんで名古屋市は今大体3位、うんうん、だとやっぱり東京、うん、大阪、うん、名古屋、うん、とかのやっぱ仕事がやっぱちょっとここに集中しますよね、やっぱり、うんうん、そうですね。だともう都市なんか本当にうん、アニメのサイコパスみたいな、うんうん、もう東北は農村地帯です、そうそう、もうお米を作りますって人はいませんみたいな。そう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 、だからそれこそそういう経済活動、はい、なんか農作物作ったりとかっていうのは、はい、もう全部 AI にやらせちゃえば人件費とかも最低限でいいわけじゃないですか、はいはいはい、こうエネルギーロボットを動かすエネルギー代だけで済むわけじゃないですか。でそうするとこう給料上げなくてもいいし、じゃあ国の形は、うん、国の形は、まあ、時代によって変わっていくんでしょうね、うん、っていう本当になんか AI とかを取り入れた、だからサイコパス、シビュラシステム、はいはい、シビュラシステム、うん、あれって2今やってるじゃないですか、はいはいはい、見てます？ちょっと一度だけ見ました、はい、あの世界で世界がほとんど滅んでる世界なんですって。あ、なるほど。そうで、日本には日本にはシビュラシステムがあったから機能して、でそれを2では海外輸出、シビュラシステムをこう海外展開していくみたいな。そうそうそう、だったはいはい、と思って、だからああいうシステムは今後必要になってくるんじゃないかなっていう気はしますけどね。あと人の感覚を変えた方がいいのかもしれないですね、うんうん、そうそう、だから働かなきゃいけないっていうのは働かなくてもいい。あ、なんかそれはだから仕事がない問題も解決するじゃないですか。別に生きていく分には贅沢はできないけど、もう8万円はもらえる。なるほど、うん、ってなると、まあ自分の小遣い8万だと思えば、あ、別にそっか何もしなくても別に、うん、で結婚して例えば奥さんと2人、はい、16万です、はい、で16万で2人生きていくことは全然いけますよねって。まあプラスちょっと何か やれば、うん、あ、その例えば本当に単純に2人だけ、はい、で16万で、まあ、2人でこうアパート借りても、安いアパートなら5万ぐらいで借りれるじゃないですか、うんうん、5万で借りて光熱費5万払ってで10万ぐらいじゃないですか、はい、であと残りの6万ぐらい食費に回せば生きていくことはできますよね、まあ、最低限できます、最低限できますよね、はい、でそこプラス、まあ、ちょっと遊びにも行きたいし娯楽も小遣いも欲しいみたいなことになれば、まあその分まあ、ちょっとバイトして5万ぐらい稼げば小遣い5万なるほどってなれば、別にそんなにガツガツ働かなくても生きていくことはできて、っていう未来を作ろうとすると、うん、やっぱり政党しかない、政党しかないと、人が必要だと、うん、そうで、そういうのに、まあ、そのアイデアだけじゃないんですけどね、そのアイデアっていうか、そのアイデアはパパって今僕が考えただけのアイデアなんで、はいはい、もっといいものがあるかもしれないし、はい、
その AI で言ったら AI エンジニアの人たちとかだったらもっとこういうふうにした方がいいんじゃないかっていう、もっとこう生産活動を上げられる AI に使えば僕たち働かなくてもいい未来が作れるんじゃないかっていうものも作れるかもしれないんで、要はそういう賛同してくれる人だとすると、まずネットで投票できるようになるとか、あ、そう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 、今皆さん行かないですかね選挙、うんうんうん、でもネットである程度なんかその、うん、できるようになると、多分時間の問題だとは言われてるんですよね。多分本当はできるんでしょって思ってるんですけどね、うん、そうそう、で要はその年寄りから金を集めてた、金っていうか票を集めてた人、いや、あの地盤がある人地盤がある人が、はい、本当に春日井市の投票率、はい、ここ春日井市、ここ愛知県春日井市、名古屋市の横です、はい、春日井市のこの間の選挙、はい、投票率が 30% ぐらいなんですよね。僕行きましたね。僕も行きました、はい、30、多分全国最下位みたいな。なるほど。 30% 市議会議員の選挙があったんですよね、はい、そうで 30% って残り 70% 投票してないわけじゃないですか。でその中の 30% でこう決まってるところを20% ぐらい取ればうちの政党はトップに行きますよっていう。なるほど、うん、まず M8 政党、名前をちょっと考える必要がありますが、まあ、名前は考え、そうで何をやっていくかっていうアイデアもみんなからこう集めながらっていう必要はあると思うんですけど、はいはい、まあ、例えば春日井市やるんだったらもう春日井市スマートシティ化宣言あ、なるほどみたいな。僕は今なんかセクシー、うん、セクシー春日井市はセクシーだと行きたいんですけどね、うん、セクシーな街春日井、セクシーな街春日井で行きたいと思ってるんですけど、うん、ちょっとやらしい感じがしますいやいやいや、もう大臣もおっしゃってるじゃないですか。セクシー大臣、セクシー大臣がいいねと思って春日井氏もセクシー、セクシー市長急になんか急になんか少年漫画っぽくなってきましたけどセクシー市長、セクシー市長で、まあでもそういうね、なんかいろいろアイデア集めながら、はい、で、はい、うん、それが確かにその YouTube で、例えば YouTube とか、うんうん、で人気が出て、うん、ちゃんと正当性があれば、うんうん、まあ、投票も集められそうですよね。そうで、まあ、ネットが、はい、多分その今権利を持ってる人たちが一生懸命先延ばししようとしてますよ頑張ってる感もありますよね、はい、だけど多分そのうち絶対来るかなっていうタイミングはあると思うんですよね、はいはい、それが、まあ、3年後なのか10年後なのかは分かんないですけど、うん、だから時間の問題かなっていう。で、うん、これがうまくいくと、うん、今度このやり方を違う市に、うん、そうそうそう、導入っていう、導入でこのセクシー市長セクシー路線でセクシー路線を、はい、撤回していけるかなっていう。でそうすれば、まあ、少しずつ僕たちにはこう今日本を変えるような力はないけど、はい、少しずつこういけるんじゃないかな。で僕とかでセクシーがうまくいくと、うん、この経験を何回もこの動画でやる、経験をキモい金ないおっさん問題、うん、もうセクシーになればうまくいくんじゃないかな。少子化も解消、うん、少子化解消で、でまあ KTO でいくと孤独問題ですよね。はいはいはい、孤独も解消、そうセクシーは対人ですからね、うん、はい、っていう、もっとなんか生活のことばっかり考えないで、もうそういう人とのつながりみたいなのはいはい、はい、これから必要な時代なのかなっていう。でまず、うん、それをじゃあ M8 でやっていこうと。 M8 でそうで、まあ、すぐに政党を作るってわけでもないけど、はい、まず人がね、人が集まればね、で、まあ、そういう人がこう、はい、集まってくる場にしたいかなっていう。なるほど、うん、賛同します、賛同します。あ、てかあの会員ですから隊長課で、はい、うん、二等兵として市長行ってきてくださいって言うかもしれないです。じゃあ二等兵がちょっと階級が上がるかもしれない、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もどんどん増えております。増えております、はいはい、ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございましたありがとうございました。